こんにちは、サックスプレイヤーの一平です。今日はですね、最短で演奏活動を可能にする方法ということでね、今日はちょっとお送りをしていきたいなというふうに思います。僕がですね、サックスを実際に教えて、いる方とかですね、僕が運営しているコミュニティのメンバーにですね、実はですね、常日頃から強く実はお勧めしていることがあってですね、ある程度吹けるようになったら、どんどんね、自分が演奏できる場所を見つけて演奏していきましょうっていうことをね、とてもね、強くね、お勧めをしております。それはなんでかっていうことなんですけど、サックスですね、本当に上手になりたいなと思って練習している人ほどですね、本番を人前でね、その演奏するっていう機会をしっかり持った方が、自分がやっぱり上手くなったのか、それともまだ演奏に何か問題があるのかっていうことがですね、もう本番をやると一発でわかるんですよね。やる前に分かっちゃうっていうケースももちろんありますけど、ある程度吹けるようになってきたなっていうところで、こう実際に人前で演奏してみるというふうにですね、経験を積んでいくと、自分が今抱えている本当の問題、演奏していく上で実際に足かせとなるものですね、自分にはこういう力が足りないとか、自分にはこういうことがもうちょっとできるようになった方がいいとかですね、そういったことがもう経験的に自分がその本番をやることで困った状態にね、と向き合う、対面することになるので、やっぱりその分ですね、非常に成長が早くなるわけなんですよね。で、せっかくその趣味でね、実際にこう楽器を持って演奏してみようっていうね、気持ちがあるんであれば、ぜひともですね、基本的なことを学んで、サックスのね、なんていうのかな、しっかりとした音の鳴らし方とか基本的なことが分かってきたら、どんどんね、自分が挑戦できる可能なところにね、どんどん挑戦していくのが僕はね、おすすめだなと思って、すごくね、生徒さんに勧めています。で、サックス自体がですね、実はすごく機能性の高い楽器なので、機能性が高い、要はですね、大きい音もとても出るパワーももともと持ってますし、指もね、割と早いメロディーだとかテクニカルなものもね、非常に簡単にこう演奏しやすいと。でありながら、バラードのね、曲なんかも思いっきりこう歌って演奏することもできるので、結構ね、サックス自体そもそももう機能性に優れた状態、もうとても高い機能を持ってる状態だっていうことなんですよね。でこれに、きちんとした奏法をですね、しっかりと学んだ人がこのサックスを扱うことで、かなり短い期間で、結果が出るようになっています。実際結果が出るっていうのはどういうことかっていうと、人前で演奏できるぐらいの、力はちゃんと勉強すればですね、かなり短い時間で、身につくということなんですね。で実際僕がですね、教えている生徒さんなんかは、大体そうですね、長くて1年ぐらいも過ごしていればですね、結構慰問演奏に出かけていくようになったりですね、今結構ね、普段から報告をいただくんですけど、もうね、初めてどれぐらい、2年3年目ぐらいになるんですかね、3年目ぐらいの方でももう、30分ぐらいのプログラムを実際に組んでですね、3、40分ぐらいかな、組んで慰問演奏に出かけていって、例えば老人ホームとか、介護施設とかね、いうところにこう演奏に出かけていって自分の演奏を披露するということをですね、もう半ばライフワークのようにされていて、レパートリーもですね、短い時間ですごくたくさん、レパートリーもすごくいろんなね、ジャンルのレパートリーも携えてですね、自分の要はもうほとんどソロだったり、あと友人とね、一緒に演奏をしに行ったり、そういったことをですね、アクティビティ、活動としてですね、自分の趣味の活動として、そういったことを楽しんでいる人がいるよっていうことなんですよね。でやっぱりその本人が言うにはですね、やっぱりね、だんだん自信が、なんか不思議な自信がついてきましたっていうふうに話していました。不思議な自信、これね、経験することでしか得られない実際のこと、実際の、状況、実際のその現場における、知識とかスキルとか、
そういったものがちゃんと身についてくると、演奏スキルが身についてくると、やっぱりね、自分で上手いと、自分のことを上手いと思ってるとか、自分はこれぐらいのレベルだって分かってるとか、その自分かっかく、その自分だけの話ではなくて、実際に人前でやって人に喜んでもらえたよねっていう経験の蓄積が本当の自信を、まあ、得ていくためにとてもね、重要な働きをするんですよね。でその方がね、話してくれたのは、本当に初めは本当にもう緊張もしたし、失敗するんじゃないかと思ってすごく怖かったですけど、だんだんこう繰り返していくうちにすごくね面白くなってきました。今本当に今度もやろうと思ってます。何のね物おじすることなくね、すごくね前向きに音楽をね楽しんでくれているんですよね。これねすごく僕いい活動だなというふうに思っているのと、実はサックス自体が結構ね一人でやってるといつまでたっても自信を持つことが難しい楽器だっていうことが言えるんですよね。なんでかというとサックス自体がすごくねいろんな音が出せるし、なんていうのかな、表現力も豊かで、すごくね、まあ言うたらもう器の大きい楽器なんですよ。なのでいつまでたっても完成しないんですよね。完成しないんですよ。で完璧に演奏しようなんて思っても、まあそんなことはあんまりもう最近考えもしなくなったなっていう感じがするんですけど、僕自身もですね、とってもね器が大きいので、なんていうのかな、完成したなとか完璧にできるようになったなとか、すごいいいレベルで演奏できるようになったなっていう感覚を味わうのが実は結構難しい楽器なんですよね。上達したなっていう喜びはあるんですけど、完璧にできたなとか、なんかちゃんとできたなとかってなかなかね思いにくい楽器というかね、そういう特徴があるわけなんですね。まあ、その逆にすごくね演奏がこう人間的でこう生々しいというか、なんていうのかな、思ってることとかが全部音になりやすい楽器なので、逆にその人間的だっていう良さもあるわけなんですけど、まあそういったまあこともあってですね、なかなかまあ実際にこう自信を自分に対してこう持つ、サックスの演奏を、できるようになっていると自信を持つっていうのは結構難しかったりするんですね。これいないですかね、お教室にこう何年も通ってるけどなかなかこう納得のいく演奏できないなっていうね方結構多いんじゃないかなと思うんですけど、そういった方ね、ご自身だけで一生懸命練習してても結構そういうねちゃんとした自信、自分って成長したなっていうね、なんかねそういう気持ちになるのって実はねめっちゃ難しいんですよ。このことちょっとね覚えておくといいかもしれません。なので、まあ、僕自身はですね実際にそのせっかくサックスを手にして何曲もねこう演奏できるようになった状態でなんか自信ないなって思うよりは、やっぱりねある程度吹けるようになった段階から、もうミニコンサートが組めるぐらいねレパートリーを貯めて、その芋演奏に実際行ってみて演奏してみると、そうするとやっぱりね普段コンサートとかライブに行けない方もやっぱりこう音楽を聴く、まあ、チャンスをね得るわけなんですよ。で上手いか下手かというよりはサックスはねもう近くでその管楽器がパワフルになるっていう経験自体にね実は聴いてる方はすごい感動してくれるんですよね。すごくね何ていうのかな、その音が鳴るってこと自体がそのイベント性がすごく強くて、でそういったことをねやっぱり出かけていって実際にこうそういう時間を提供するっていうんですかね、そういうことがねできるってこと自体がやっぱり聞いてくださる方もすごく喜んでくださるんですよね。もう自分たちが演奏できて嬉しいとかいうだけじゃなくて、やっぱ聞いてくださる方がわーっと非常にいい時間を過ごすことがねできると。いうふうに、まあ、いろんなところからね感想をいただきましたということで生徒の方からもねよくね報告をいただいたりしております。本当にこれすごくねなんていうのかな、まあ、ウィンウィンっていうとなんかすごく平たい感じがしますけど、演奏する側にも勉強になるし、聞いてくださった方もすごくなんていうのかな、日常にない体験ができる、サックスがパワフルになるっていうね、近くでなるっておおっていうね、そういう経験ができるってこと自体ね、すごく僕価値があるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。で、一番初めに今少し話したんですけども、この上達していくっていうことに関して言ってもですね、やっぱり実際に本番において自分がどのぐらい吹けるのかっていうことが本当の自信になっていくわけなんですよ。実際に本番自分がどのぐらい演奏できるのか、で、どのぐらい楽しかったなってそのことを思えたかどうか、
これがねやっぱりこう成功体験の蓄積となってですね、あ、自分はできるんだってことがやっと実感として持ってて、こうだんだんね自信を持ってこうサックスを楽しんで生活の中で楽しんでやっていけるわけなんですよね。だからその結構黙々と練習してダメなとこを直すみたいな感じでこう一人でずっとやってるとですね、ダメなとこ直すってもう無限にあるわけですよ、そういう角度で言うと。完璧な演奏ができないっていうことは不完全なわけじゃないですか。だけどその完璧なことを潰しっていうのをずっとやってると、まあ、一生終わっちゃうよねっていうところなんですよね。まあそういった特徴もあるのでね、やっぱりそういった何ていうのかな、活動をしていこうというね、こうイメージを持って、またそういうことやってもいいんだよっていうことをね、すごく僕強く切磋に言うようにしてるんですけど、なかなかね勇気が出ないとか、やってみたいんですけど自分にできますかねなんて言って吹いてみたら結構うまいみたいな人も結構いるんですよ。そしたらすごいもったいないですよね。もうそんな吹いてうまいなんていうね方は本当に行ったら喜ばれますよ。そういう場所にね行って演奏を実際してくれたらですよ。サックスなんか生で聞く機会ほとんどないですからね、巷ではサックス人口多いにもかかわらず、これやっぱすごくもったいないし、僕自身も本当にねこういったなんていうの音楽活動っていうのをねぜひやってった方がいいですよっていうメッセージもね発信していこうというふうに強くね最近思っているんですよね。なのでね本当に短い期間で上手くなりたければ、本当にね上達して本当に自分に自信を持ちたいなと思ったら、ぜひね演奏活動をしていくってことをおすすめしたいなというふうに思います。で、今日のテーマはその最短期間で演奏活動を可能にする方法っていうお話ですよね。でも演奏活動がどんなにいいんだっていう話を今したわけなんですけど、これはね途中で少しお話に出たんですが、サックスが持ってる機能性がめちゃ高いということがネックになってます。でサックスよいしょ、サックスだとします、マウスピースで、サックスはもうよくできた機械道具なんですよね。大きい音も出るし速いパッセージも演奏することができるし、もういわば何ていうんですかね、車みたいな、自家用車みたいな、乗って運転する人がちゃんと運転できさえすれば車はビュンビュン走れるよねという状態なんですよ。これねサックスなかなか吹けねえよって思ってる人はそんなことあるかと思うかもしれませんけど、機能的にはですねもう全て備わっている状態だと思ってもらっていいと思います。でこいつを実際にうまく働かせようと思うと、さっきも車の例えで言いましたけど、運転する人がちゃんと運転の仕方を分かってんのかっていうことがネックになってくるわけですよね。なぜならもうこいつはもう準備 OK なわけですよ。こいつはねもう準備ができていますよと。じゃああとは演奏する人の問題ですよねということになります。で管楽器の中でもやっぱり金管楽器とかですね、あとフルートとかリード楽器でないもの、まあ、あとオーボエとかファゴットとかもそうなのかな、やっぱ結構難しいわけなんですけど、やっぱりある程度時間を使って鍛錬をしていくというのがねやっぱりとても必要になります。まあ、あるオーボエの方から聞いた話だと本当に情報がたくさんあるだけで全く時間をかけて上手になるわけじゃなくて、やっぱりちゃんと勉強してやると実はすごく簡単になることがたくさんあるんですっていうね話をしてくださったプロの方がいたりして、やっぱそうなんだなというふうに思ったんですけど、まあその金管楽器とかフルートっていうのはかなりその体の側のテクニックというのかな、感覚的テクニックもすごくたくさん習得していく必要があるので、なかなかね楽器がいいとよくできたものだと言われてもすぐに結果出すの難しいかもしれませんけど、ことねサックスのことに関しては僕はですね結構その生徒さんに必要な基礎をですね初めにまず必ずレクチャーをするんですけども、それでだいたい 95% 以上の問題に対応できる基礎力について初めに教えることができてしまうんですよね、実は。でそこからもちろん習熟していくのには多少の時間は必要なんですけど、正しい方法にのっとってちゃんとサックスを演奏しようとするとですね、やっぱり結果の出方のスピードがもう全く違うんですよ。
僕自身もですね、すごく長い間演奏法を明確に理解することができなくてですね、長い間とても苦労した経験があるので、もちろん何も知らないでずっとやってるとめちゃくちゃ苦労するっていうのはよく分かってます。でこれを見てくださっている方もですね、長年苦労してるよっていう方も多分いらっしゃると思うんですね。だけどやっぱりね、もう発音原理とかがはっきりしている以上、正しい使い方が分かったら正しい結果は絶対に出ますよっていうのがもう今の結論なんですよね。そのことをね、やっぱりちゃんと学んでるかどうかっていうことがすごく重要になります。で、そういった正しい演奏法というのかな、情報に基づいて実際にこのサックスを吹けるようになっていくっていうことがですね、できさえすれば正直ですね、もうこいつの機能をしっかり引き出せるわけですよ。でこいつの機能が引き出せる状態ってどんな状態かっていうと、息を吹き込んで指を動かせば当然曲になる、音は実際並ぶわけなんですよね。もちろんそこから人を感動させようとか、何か特別な思いになってもらおうって思う場合は、人間の側が一生懸命思いを込めて練習をしてね、思いを込めてそういったものが伝わるようにこう練習していく必要はあります。それはね、とっても時間のかかることだし、それこそ一生時間をかけてもね、足りないぐらい の, テーマなわけなんですよ。それは当然ね、音楽がかかってる人だったら分かることなんじゃないかなと思うんですが、ことね、その音を出す、音を並べる、で実際にまあ曲、ある程度音を並べて曲にする、そこまでのことってもう物理現象の話なので、ちゃんとサックスが扱いさえすれば、まあ車だったらですよ、車だったら別に道を走ることはそんな難しくないよねっていうのが僕の考えなんですね。そこで芸術的な走りを見せるとかですね、走りで人を感動させるとか興奮させるとかですね、そういうことになってくると、当然プロフェッショナル並みのドライビングテクニックが必要になってくるわけなんですけど、だけどじゃあそういったプロ並みのドライビングテクニックがないと道も走るのは難しいかなっていうと、そんなことはないですよねっていうお話なんですよね。ちょっと伝わりますかね。要はそういったことを学ぶことによって、いろんなね、そういう演奏を聴いてくださる方のところに出かけていって、実際に演奏させてもらうっていうことはそんなに難しいことではないですよっていうことをね、僕は今日ちょっとお伝えしたいなというふうに思ったんですよね。なのでぜひね、そうなんていうのかな、こうただ自分が吹けるようになるだけじゃなくて、ぜひね、なんていうのかな、こうミュージシャンとして生きる人に音楽を演奏して喜んでもらうっていう人生を味わいたいなというか、そういう生き方したいなと思う人はね、僕は強烈にね、応援したいと常に思っております。なのでね、ぜひね、そういった具体的な奏法について学んでいただいてですね、しっかりと早くね、そういう活動につなげていただけたら僕はすごい嬉しいなというふうに思います。結構ね、泣いて聞いてくださったんですとか、普段なかなかこう明るい笑顔で笑うことがなかった方々がやっぱすごいいい顔でね、こう笑ってくれたんだっていうことを、やっぱりお伺いしたその施設の方からもね、お話いただいたとか、そういう話もね、やっぱ聞くんですよね、もう本当に。でその人がものすごいサックス上手かっていうと、いやいや、まだまだ上手になっていくことはできるなっていうふうに思うんです。だけどその方は結構自分に今自信を持っていて、で本番を経るたびにですね、もっとこうやっていきたい、もっとこうやっていきたい、もう年々確実に腕を上げてるんですよね。最高じゃないですか、本当にむちゃむちゃいいですよね。そういったね、なんていうかな、ライフスタイルみたいなものも僕ね、強くね、提案していきたいなと思っているんですよね。本当にその生徒さんのね、嬉しいお話をね、いつも届けてくれるので、本当ありがたいなというふうに思っております。ぜひね、我こそはと思う方ね、ぜひしっかり学んで、そういったね、ライフスタイルを実現していっていってほしいなというふうに思います。はい、というわけで、実際にね、演奏活動していくにあたって、サックスがまず扱えるようになりたいよというのがね、皆さんの正直なとこじゃないかなと思います。で、サックスの基礎的な奏法についてですね、僕が、PDF ファイルにまとめたものを、今、この動画の説明欄のですね、ところにリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからですね、今無料でお配りしてますので、ダウンロードしていただいて、ぜひね、ご覧になって参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで、今日はね、こういったちょっと違ったね、実際その音楽活動みたいなものを
の生活の中に取り入れることができるよというねことも含めてちょっとお話をさせていただきました。またねこういった内容でお送りもしていきたいなというふうに思ってますので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、というわけで、またね、こういった動画どんどん配信していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた、次回動画でお会いしましょう。サックスプレイヤーの一平でした。